はい、どうも、たけぶのゲーム実況チャンネルへようこそということで、今回もこちらプロスペースやっていきたいと思います。ということで、ちょっと今日ね、ちょっと喉の調子が悪いんで、まぁ、ちょっと声がおかしいかもしれないんですけどね、まぁ、こんな感じでやっていきたいと思います。ということで、今ね、ガチャやってますね。なんかドラフトスカウトっていうのがね、新しく出まして、まぁ、なんかこの11連で今引けるんですけど、この11連引いてる中で、そのこういう感じで1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位、8位の中から全部出るんですけど、この例えば B ランクが出るとしましょう。 B ランクが1人その11連の中で出たら、その300っていう残り人数300っていうところが299になるっていうやつですね。まあ、ちょっと詳しく説明するのは難しいんですけど、まあこの400あるんですけど、この残り人数が全部で、その400の中からどんどん抜けていくっていうやつですね。まあ、だから400引けば、まあ S は10は確定ってやつかな。うんですね。で、リセットもできるんで、まあリセットしたいなと思って、 S が最初にブワーって出すぎちゃって、まあ S がもう出なくなっちゃったら、まあリセットすれば、まあまた復活すると、最初からなると。まあなので、まあお金をたくさんね出して引きまくれば、まあ S はまあまあ獲得できるよっていうガチャかなと思います。まあこれはね、まあ正直ね、ちょっと微妙なんで、まあ今回引くかはちょっと迷ってます。で、やっぱね、これセンター追加されましたね。柳田がめっちゃ強いですね。2位と87、パワー84で、そして走力が80というね、すごいですね。やっぱりまあ守備は C なんですけどね、やっぱり能力、打撃能力と、まあ、走力がすごいですね。うん、ちょっと柳田選手欲しいですね。ということで、まあ今日はガチャではなくね、また契約書こんだけね、がっつりと貯めたので引きたいと思います。まあちょっとこれだけ受けてみましょう。まあ、まあ多分ね、まだね残り10日なんで、まあまもうちょい待てばもっと貯まるんですけど、まあちょっとね、やっぱ引きたいなということで、ここで引かせていただきたいと思います。で、これだけちょっと先に引こうかなと思います。 TS 契約書ね、これはね、まあ別にちょっと先引きます。はい、まあ別に、まあこれはかぶりの方がいいかな。うん、限界突破させたいんで、はい、かぶってくれると、お、来た、デスランク、やったやった、 30% 契約書から出ましたね、初めて。あ、高須選手かな。はい、ですね。はい、能力はどうなんですかね、ちょっとま後で見てみましょう。まあでも S ランク出たね、ラッキーです。まあもしかしたらちょっとミキサーに回しちゃうかもしれませんね。まあセカンドいっぱいいるんで。はい、で、ということで、まあ残りは契約書こんだけ回していきたいと思います。 30% と 10% もあるんで、それは最後に取っておきたいと思います。ということで、いきましょう。さあ今回もね、これで1人ぐらい出てくれると嬉しいかなと思います。はい、まあ出てないので、まあ、スキップで、まあ演出はね、ちょっとスキップにしようかなと思います。やっぱ、うん、まあスキップにした方がいいかな。まあちょっと時間がかかっちゃうんで、ここで何も出なかったらもうちょっとスキップでいきます。あ、和田選手ですね。これ限界突破に使えるからいいんじゃないかな。新戦力の方の A ランクで限界突破させておけば A ランクいらなくなるんで。はい、あー来ないっすねなかなかやっぱ厳しいっすね。まあ、ちょっと A ランクでもいいんでね、来てほしいですね。 A ランクで特訓させたいんで。さあ来ない、なかなかやっぱ来ないっすね。前回はいきなり来たんですけどね。で、10% がもうちょいであるから 10% 飛ばします。なかなか厳しい。 A ランクすらまだ来てないっすからね。まあでもね、 30% 契約書で今回初めて出たんで、普通の方でもやっぱ出てほしいですね。で、次回の動画で、おそらくミキサーを回します。自チームの方のミキサーを回して、柳田ちょっと狙っていこうかなと思ってます。なんでさっき出たね、高須選手とかもね、多分使わないんで、ちょっとミキサーに回すかもしれないですね。まあちょっと使い方どうなんだって言われるかもしれないですけどね。まあちょっとね、ミキサーに回したいなとか思ってます。はい、残り13回かなですね。うん、出ない。新しい選手もね、なんか追加されて、あの A ランクのセカンドとかも追加されてるんで、山田選手のね、まあ A ランクとかも出てくれるとすごく嬉しいですね。限界突破あと2人出てくれれば、極みになるんで、すごく出てほしいですね。はい、まだいっぱいあるね。よし、ここで出てほしい。はい、飛ばしていきましょう。なかなか厳しいですね、やっぱり。
最近ちょっとガーちゃんが良すぎたっていうところあるからね、ここでやっぱ出てくんないかなとか思ってますけど、やっぱ厳しいですね。ちょっと久しぶりのね、これ多分動画になってると思うんですけど、4日ぶりか3日ぶりぐらいの動画になってると思うんですけど、ちょっとね、まあいろいろあって出せませんでした。まあちょっとね、大変でしたね。まあ、はい、まあ大阪行ってたっていうのがあるんですよね。はい、あー出ないですね、厳しい。残りが7回いきましょう。まあ、30% でね、なんか出てくれるんじゃないかなっていう期待をしてます。大津都合選手 A ランクだったら欲しい。まだないんだろうけど。さあ、はいはい、もう飛ばそう飛ばそ う、 もうあそこでパッてやって何もなかったらちょっと飛ばします。長いんで。よし、あーまあ飛ばしちゃった。まあ 30% 契約書がね、意外とね結構出てる人いるんで、ちょっと期待してる。ちょっと期待してる。おっ、はーい、山井選手。別に持ってないんでね、S ランクは。まあでも、特訓に使えるんで、グーです。はい。ない。はい、最後もなかったです。まあ A ランクは1枚という感じで、今回は結果でね、まあ、なりそうですけど、まあ A ランクはこれ確定らしいので、10% と 30% は。ジョシ君。厳しい。フォロー。あー A ランクか。まあだったら山田選手。あー違う、誰、増田選手。残り 30% 契約書。まあこれ結構出てる人いるんで、さっきも出たんで、まあちょっと出てくれると嬉しいですね。はい、来い調子くん。おし、来たーし、来た。柳田選手来てくれるとすごい嬉しい。来い。おっ、誰だ。あー、ヨウダイガー選手、オッケー。これセンターは別にあれ2016年新しいので欲しかったんで、ラッキー、オッケーですね。いいっすね、これは。ヨウダイガー選手もね、別に能力は悪くないんで、見てみましょうか、ちょっと、こっちで。はい、こんな感じですね。ちょっとミートが、まあ、低く見えちゃうのかな。でも、走力も A はいくし、パワーも74。で超広角打法もあったし、走塁もあって、で守備も B なんで、まあいいですね普通に。まあちょっとこれは取っておこうかなと思います。で次回はまあちょっとやっぱ柳田選手やっぱり欲しいってところあるんで、 S ランクの自チームミキサー、これね2015年のいらない選手とかがあるし、あと平沢選手もね、新岡選手出ちゃったんで、まあ、使わなくなっちゃったんで、まあここでミキサーにかけて、まあ新たに使える選手として生まれ変わってくれるとすごく嬉しいなというところで、まあミキサーちょっとかけようかなと思います。2回かな、2回いけたら回したいなと思います、自チームね。はい、でまあやっぱりね柳田選手欲しいんですけど、やっぱね魅力はね、多分ホームラン結構打ちやすいと思うんですよ。超アーチストがついてるんで、弾道がアーチストに変化、ちょっとアーチストの弾道がどんなのかちょっと分かんないんですけど、多分打ちやすいと思うんで、能力発揮したら、まあなので欲しいかなというところですよね。まあしかもね、能力がすごく高くて、やっぱいいですね。山田選手より高いかな、忘れちゃったけど、まあ多分、すごいいい勝負してるし、まあ多分高いと思うんで、打撃能力に関しては多分高いと思うんで、うん、やっぱ欲しいかなというところです。ということでね、今回はちょっと喉の調子も悪くて、まあ動画も撮るの久しぶりでちょっとなんか、グラッとしてしまいましたけど、こんな感じで動画を終わらせていただきたいと思います。ということで、この動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいと思った方は高評価よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Twitter755 やってますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。ということで、以上、たくみでした。じゃあね。